で馬祖男子が南岳平等禅寺に山岳したで南岳かつて真因を真因というのは仏法の真髄を表す印それを馬祖に伝授してる魔線の初めの初めなんです今この段は魔線の話そのもうそのこの時代から魔線の話は始まってんだって言うんですね。で馬祖伝法院に許して世の常に座禅することわずかに24歳なんです、まあ伝法院というところでずっと座禅してます不夜の草案思いやるべし応接の干渉に怠るといわずまあしょぼ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 雨が降ってるという時も彼もじっと座禅してたしそれからもう雪がうんと降り積んだところでそれでも座禅してたわけですね南岳あるとき馬祖の伊織に至るに馬祖自流すほらそういう伊織にだ馬祖大師が訪ねていったわけですねあ南岳禅師が訪ねていったそれで馬祖がそばにはべっていたそうしたら南岳と何時近日何をかなお前はこの頃何してる言われたんだねそしたら近日同一これ同一っていうのは馬祖同一伝人なんでで私はしかもただするのみでありますから必ず座禅してます南岳医は座禅何事をかずる座禅してどうしようっていう感じで馬祖医は座禅は差物を盗む差物を図る座禅して仏さんだろうと南岳すなわち一辺の瓦を持ちて馬祖のいおりのほとりの石に当ててます一つの瓦を持ってきてで石に持ってこう研ぎ始めたまずこれを見てすなわち和尚何をかなああ、また何をなさんですか瓦をまず今瓦を磨いてるまずいわ瓦をまして持って何をかなこの瓦を磨いて何なさんですか何がといわくまして神とまず瓦を磨いて神にしようと馬祖いわく、瓦を増して兄、神となることは縁や。瓦磨いたからって神にはならないじゃないですか。南岳いわく、座禅兄、差物は縁や。それじゃあ座禅したって、いくら座禅したって、その仏にはならないじゃないかということ。この一段の台、これが、まあ、今、南岳と馬祖の問答。でこの一段の大事昔より数百歳の間と多く思えだった南岳一重に馬祖を鑑定せしむるこの今の問答を見てねあるでも今までの人はねいくら体で座禅して心がね本当にその至っていなきゃ仏にはならないぞってね、まあ、そういうことを戒めそして本当にこの心の座禅を進める話だとこうみんな頑張ってた人は見てるんです今が必ずしもしかあらず大正の兄大正っていうのはこれ南岳のこと大正の兄ではるかに文教を作り捨てるのみなり大体ね、この南岳禅師の暗示は、我々、僕の思惑をね、全く超えている
心だ。大将もしませんの法なくば、この南岳禅師がね、この瓦を磨くっていうことをやらなきゃね、どうして二人の方でなら、人を共闘するための手だと、ね、あるか。二人の力は仏祖の骨髄なり、人を導く力っていうのは、仏祖の一番大切なこと。たとえ高徳すとも、なおこれ、考え。これ、高徳っていうのはね、手辺の方、それから、気辺の構えるというね。気辺だと構えるって言うんだけど、この手辺ですよね。手辺っていうのは、剣。剣ね、この低いという意味ですね。
で今は、今日は遊んだ方がいいって言われた。そしてまあ、こんな時でも一つ座禅しようとして、それで一つ部屋入って座禅してた。ところがそこへいつもこき使ってるおばあさんがおでん片付けにガラッと開けたら、サービ同士が座禅してた。でヘタヘタっと歩いてサービ同士を仏さんよりも丁寧に拝んだんですね。越前の私もそこのところでわざわざ沢木越しが私がこれからあそこのおばあさんが拝まれた寺へ行くから一緒に来いってわざわざこちらって越しにそこを連れてもらったのがありますかね。とにかく沢木越しにとってそれが老子が座禅する本当のこう転回転だったらしいね。とにかく私をわざわざ老子の最後の頃だお前見とけっていうわざわざ私を連れてった。で要するに座禅そのものが仏さんの姿、これが菩薩仏。座禅は仏の座禅は他仏を図す。座禅そのものが仏、座禅そのままが仏の形、ね、こうしたら南岳すなわち弁の瓦を持ちて馬祖のいおりのほとりの石に立ててこすます。馬祖これを見てすなわちと武将何をかた。この禅門でね、何かっていうね言葉、これは癖門なんです。これ何っていうのはね、あれですね、普通はこれは何であるか、これはコップであるか、ね、コップっていう決まった概念でこう掴む。ところが何っていう時がね、何とか陰謀とかっていうような時はね、これ掴む以前な何とも決まっていないね、掴む以前の実物を言う。これがだから何っていう本当のそのあれ実物っていうこと。これ本当に実物ってあれですよ、本当は掴めないもんだもん。内山って言ってね、内山っていうね名前に中へ私は入っちゃいない。これ全く私っていうのはいつもこれ新陳代謝して、そしてこう愛して柔道してんだからね、掴めるはずがない実物は。今喋ってるって言った喋ってるっていうね、こんな言葉で掴めないとの姿で喋る。実物は掴める。そういう掴めない実物を何、だから和尚何をかなすっていうのはね、今瓦研いでるんだね、瓦研いでるところ和尚何をかなすって、ね、実物してるんですねってこういうことです。南岳岩瓦をまず、だからただ瓦を磨いてる。馬祖岩瓦をまして持って何をかなすと、ませんっていう実物をしてるんですね。でもまたこうもう一つ根を押してるわけだ。と南岳いわくまして鏡所なす、これまっていう、ね、それが鏡なんだ。ますっていう実物だ、今見てまして、それがその実物が鏡だね。今鏡っていうのは瓦と鏡とっていって、そういう概念的な鏡じゃない。今まで故郷の巻で行ってきたね、
あらゆるものが分かれる以前の神だったから、そういう生命の実物が神だから、間っていう鏡をしてる。だから間作業、間、こういう作業をしてる、ね、間そういわく瓦を増して兄鏡となることは縁やと、魔線中でもうね、魔線中実物なんです。そこで切って読まないとわかんないね。魔線、魔線中実物なんです。こういう魔線中実物が鏡なんだ、今言うね。そして故郷、魔線中故郷、兄鏡となることを縁になっている魔線という実物、完結した実物だ。それ以外になるべき鏡がどこにあるかって、これから話が全然こう変わってくるんでしょう。そうすると南学いわ座禅兄差物を縁になる、座禅っていうのもね、差物実物で完結したよ。この実物、差物以外にね、なるべき差物がどこにあるかって話します。この道元禅師のだからこそ考案のやり方はね、全く、普通の常識的な読み方、仏法としてだから、そのところからこんなものを語訳してみたって、現代語訳してみたって分かりそうな、事実座禅を通して本当に読まなかった。でこの一段の代、昔より数百歳の間、今日多くお前らは南学一重に馬祖を歓迎せしむと、今だからずしも力あらず。だから初めに読んだ読み方の話とみんな思ってる、そうじゃない、仏法として読むとこれ違う。大正の兄にはるかに音響を知るせるのみなく、我々の普通の文句のこの思惑とは全く超えて、大正もしませんの法なくば誰か委任の方便あらぬ。もう今南学はですね、魔線という実物として完結してる実物が、そういう実物を持ち出さなかったらどうして本当に人を共同する手立てがあるのか。異人の力は物質も骨髄ない、そういう実物を持ち出したその人の導き方、これは物質の一番骨髄、大切なところで、そういうふうに引き出すあれなんだけれど、なおこれ神が仏法としての神、あれ仏さんの神で、それ自身が仏法である、かぐちょうどでなければ、かぐちょうどにあらざれば仏家に伝わらざるない。だからそのもの自身がね、仏法でなきゃ仏法として伝わっちゃいないんだということですね。だから魔線がそのまま避け、だから瓦を磨くってそのものが仏法でなきゃ、万やすでに馬祖を接すること、速やかに、これ、まあ、馬祖を接告するっていうことですよ。馬祖とこう手を伸べ合って、そして我々を説得してみた話なんです。かかりしている仏祖、正殿の苦毒、これ、慈悲しなるところ。だから今の話がね、本当に仏祖、正殿の苦毒、これをまっすぐに示したことが、こういうことですね。
それは迷わないとして
ただ変わらなるをませんするなり、このだからこの変わらってるこの仏相五色、この仏相五色っていう生命力を持って、これは本来の生命力だもん。我々どうせね、だからその本来の生命力で、で変わらを磨く、この仏相五色を磨く。このところに作業の駆動の現状する、すなわち物相の工夫なり。だからこの、この時に初めて作業、鏡となる。この作業って言ってもね、造作の差じゃない。作り物をしようって言うのない。そうじゃない。実物をするっていう。それが差。このところに先ほどの不読の勉強をする、すなわち仏祖の工夫なり、ませもし先ほどせぬば魔教も先ほどすべからざるか、この仏祖を仕切りでもってただ座禅しまってる。座禅が仏さんだからね、だからもうそこで座禅だから、それでもう仏、それで座禅しながら仏、もし作業をせずば、それだったら魔教も作業をすべからずなんだ。たとえ、魔教、神を見飽きても、それじゃ、作業にはならない。これ悟ったって、いくら悟った、その悟りに控えたからって、悟りにはならない。もう、二つに分かれたいいもの、悟りじゃ、どうせ、本当の、鏡じゃないんだ。大切なのは悟りと迷いとって分かれる以前のところ、そこを磨かない。誰か測ることあらん、この差に差物あり、差境あることも、今も言ったように、この差っていうのは実物が実物することでしょう。で、実物が実物の深さを実物する。そういう生命の実物を差、また気弱すらくは故郷をまするとき、誤りて瓦をとましなすことのあるべきか、鏡を磨いてるつもりで間違ってその瓦にしちゃうことあるのか、そうじゃないね。マジの消息は余地の測るところにあらず、こういう今の話は瓦と鏡とってそう分別した以後の話じゃないからね。で、マジの消息っていうのは本当に今磨くっていう時の消息はね、世間的人情で測れるもんじゃない。しかあれとも難学のと、まさに道徳を道徳すべきがゆえに、難学のいうとこはまさしくね、この仏道の、仏道の言い得たところを見ましたが、結局、復興して、すなわち、これ、まさに他行なるとして、結局、この、仏相五色を持ったこの真理なんで、我々の体、それが一生懸命修行するところ、その当初はまさに作業を差物だから、さっきの師がいつも言ってられたけど、座禅すれば仏ってね、座禅が仏っていうのそれだけだ、座禅するってそれが仏。今の人も今の瓦を念じてまして試みるべし、だからこの仏相五色を持ったり、この体を持ってですね、そしてまずこの瓦を磨け、絡めて鏡とならず、いや本当に座禅するとこの二つに分かれる以前の
分別以前の姿だね。だから画面が仏、神、体もし神とならず人仏になるってから、体がね、もし本当に神にならなかったら人も仏になるはずはない。体って言ったら何、土の塊じゃない。体を冷淡ないとからしめる人も冷淡ないとカロカロ。体は土の塊で、あのんなものは神にならないっていう手で、あの軽蔑するんだったら、何人間の体って土の塊でさ、で軽蔑しなきゃ。で、人も心ならば、体も心あるんだ。人に、まあ、心がある。体って心がある。誰か知らん、仙台宣言の教祖あることを、また誰か知らん、往来教言の教祖あることを、俺はまあ、あの、初めに、古来古言、寛大寛言で出てきたでしょ、初めの。諸仏諸尊の住職に来たれるわけですけど、古来公の公言108000寛大寛言記念万年来とある。それに対応してた今仙台宣言の教祖、古来東大公言の教祖、こういうわけですね。そういうのをすっぽりそのまんま映してるのがまさしく故郷、ね、生命の実物ってそういうもの、ね、そういうすっぽりその何もかも映す、こういうその故郷をさらに磨いて、どこまでも無限に磨いていく、その磨いていくっていう姿が故郷だって、こういうんだから、ちょっと話が平面的じゃないね。幾段にもこう何次元の世界だじゃない、とにかく深い世界で、そういう深さに向かってどこまでも磨いていこうと。まあこの巻は、まあそういう